アドミナル川の川の閣下に来ていただきました。川野さん、ありがとうございます台湾問題ですよ、うん。習近平はもう、あの、来世とこう相手にしなくちゃいけないということは、こう決まっちゃったわけですから。あ、うん、自分の任期中に、ねそ。そう,そう、はい、だから、そういうことになると、まあ、あの、おそらくその要求を狙ってると思いますからね。はい、で、そのためには三機民で、やっぱ成果を出さない,いかんという、はい、気持ちはあると思います。はい、なので、軍事的な、あの、あの色を濃くした併合ということ。軍、うん、私は。 まあ、あいうのハイブリッド戦でやると思うんですけどね。はいはい、で、で、当然軍事も含めて、はい、で、の方にやっぱ舵を切ったと思いますよね。なるほど、ええ、結論から言うと、あの、台湾海峡にことがあっても、トランプ大統領は手を出さない可能性の方が高いと思います。あんなのね、あんな小さい島で、で、それでね、あんなのね、アメリカとどういう関係があるんだと。はい、で、あんな日本の問題じゃないかと、はい、はい、言いかねないと私、はい、で、で、それは。はい。習近平もおそらくそういう見方をしていると思うんですよ。はい。 だから大統領選挙の結果を見ると思います、はい。なるほど